さんこんにちは、こんばんは。今回なんですけど、久しぶりに相沢先生使っていきたいと思います。いや、相沢先生、マジで久しぶりだね。なんかね、今シーズンになって、使いづらくて、あんまり使っていなかった。なんかもうオーバーホールに速攻で溶かされるし、まあ、溶かされるっていうかもうカウンターを食らうし、まあ、あとなんかすごい苦しいんだよね。だからちょっとね、疎遠になってはいたんですけど、ちょっと久しぶりに相沢先生使っていきたいと思います。僕はね、抹消の使い方がね、ちょっとね、微妙なんで、ちょっとうまく抹消使えるようにね、意識しながらやっていこうかなって思います。というわけで、一旦戦闘シーンまでカットしていきましょう。さあ、なんとかアルファレベル9になりましたね。相沢先生はもちろんアルファ上げですよね。さあ、衝撃波ダメージしか入れなかった。これは微妙。これはアルファで引き寄せて、ガンマ、オッケーからのアルファ、オッケー、ダメージ与えていく。いいね。これね、結構ダメージ出るよね。さあ、コンプレスにもダメージ与えていって、今も衝撃波しか入れなかったな。衝撃波以外当てたいんですよね。このアルファ外していって、爆豪追いかけて、これは当てていく。いいね。で、アルファでとどめさせていく。いいね。ナイス。さあ、これはコンプレスが起こそうとしてるけど、もちろんとどめさせていきます。相沢先生、格殺マジで早いね。あ、ミリオきつい。この攻撃はちょっと苦しいけど、なんとか生き残りましたね。だいぶダメージ食らっちゃいましたけどね。450ぐらい食らったかな。さあ、ミリオに対してアルファ打っていって、鉱石禁止。逃げられちゃうね。これはでも逃がしたくない。アルファからのガンマで仕留め切っていく。いいね。この抹消がね、ミリオに対して結構強いよね。うん、隠れることできなくなるし。さあ、ここからまたガンマ上げていきましょうか。さあ、ガンマレベル6になりました。いや、僕ね、アルファ引き寄せからのガンマ結構好きなんですよね。なんかいろんなコンボあるらしいんですけど、アルファ引き寄せて、なんかスカシアルファみたいな、なんかいろいろあるらしいんですけど、わかりません、よく。だけど僕はアルファとガンマコンボばっか使っています。なんか難しそうだし、これでいいかなと思ってます。さあ、オーバーホールが下にいますね。オール・フォー・ワン、オーバーホールとあともう1枚って感じか。オーバーホールのガンマがね、非常に嫌ですね。これ2回切ったから今攻め時って感じだね。オーバーホールは本当にね、対面したらマジでガンマ使われて終わるんで、気をつけましょう。さあ、これ両方ともダメージそこそこ入ってる。オールフォアに対してはアルファで決め切っていく。さあ、これカツついちゃいましょう。さあ、カツが入りますね。倒していく。オッケー。さあ、ガンマもう1個切った。シガルキ、引き寄せれました。まあちょっとこれしょうがないね。グだったね。さあ、ガンマ弾いていく。いいね。攻撃弾けんの強いよな。さあ、死柄木はもう瀕死。これももちろん、引き寄せて。いや、引き寄せない。アルファで倒していく。OK。そしたらガンマがレベル8になって、ラストオーバーホールですが、これは個性禁止しておきましょう。ガンマ食らってしまう。そう、最速で発動されるとね、ダメなんだよね。さあ、ガンマ2個使った。ガンマ使う。で、アルファで引き寄せる。味方が打ち倒す。ナイス。いいね。高速してあげるだけでだいぶ楽だよね。ただやっぱこう、なんだろうな、ダウン値入ってる味方だと、射撃にダウン値ついてる味方だと、やっぱこう、相沢先生で高速した後、ダメージに繋がりづらいのかなって思います。キデクとかだったらね、結構ダメージ入るんですよね。あと赤爆豪ね。そこら辺と合わせるとね、もう一瞬で敵の音倒すことできたりするんですが、やっぱりこう、赤デクとか、青爆豪とかが味方にいると、どうしてもコンボには繋げづらいかなっていう感じです。さあ、一旦これ、雄英高校の上取って、周り見ましょうか。周り見たらどっかで敵がやがっているはずなんだね。なんかもう残り5部隊だけど、いますね。敵がいましたね。さあ、これ降りて、雷に対してアルファ、これを外していく。危ないですね。ガンマ被せてきた。さあ、ミスターコンプレスもいる。一旦これは下まで降りて、もう一回上上がっていきましょう。コンプレスまだいるね。アルファ外しちゃった。まあ、しょうがないね。さあ、一旦ベータで上上がって。あ、相沢先生と雷がいるね。衝撃ダメージ当てて、このガンマはしっかり避けていく。オッケー。ナイス。相沢先生どこ行ったんだろう。ちょっと削れてるから追いかけて倒しちゃいたいね。あ、危ない。ナイス、イダカバー。でかいですね。さあ、これ上に逃げていく。追いかけちゃいましょう、これは。どこ行った？消えましたね。見失ってしまいました。あ、上登ってますね。これは逃がしたくないぞ。で、ベータで上上がって、相沢先生下降りながら飲んでる？これは回復？間に合っちゃったね。まあ、でもダメージは結構与えてるぞ。ローリングで敵の攻撃を受けながら戻って、これ雷に対してアルファ引き寄せで、飯田を助けてあげましょう。オッケー。助けるだけで、僕もちょっと瀕死なんでね、あそこで戦っちゃダメですね。オッケーオッケー。さあ、このままちょっと体力は危ない。飯田君は生きている。味方の全体が入ってますね。これはこのままキープしたいが、オッケー。なんとか回復することできた。さあ、味方のカードをとりあえず取ってしまいましょうか。霧島君いますね。霧島はね、相沢先生の得意分野なんで、一方的にボコせます。ボコせる敵とボコせない敵がいるんだよな、相沢先生。霧島はね、めっちゃ余裕。さあ、これは全員にアルファを当てて、一回上上がって、コンプレスにもアルファ当てて、いいよ。ダメージ変化入ってる。もう一回上上がって、危ないからね。相澤先生追いかけてきてる。これは拘束されてしまう。まあ、でもしょうがない。飯田君の蹴りが入る。いいですね。ここでシールド回復しましょう。さあ、路地裏には誰もいない。これデックを起こせればできる。これを助けたいけど、ちょっと外してしまいましたね。この後もう一回助ける。オッケー、アルファ使う。ああ、雷も買い替えたね。なかなかに厄介な戦闘になっています。未だにこれ、抹消全然使いこなせてないですね。はい。これなんですね、僕の良くないところは、抹消を全然使わない。アルファで気持ちよくなり続けてしまうんですね。これ良くないですよね。しっかり抹消を使った方がいいです。さあ、味方全体回復入れてくれてる。これ追いかけてきてね、コンプレス引き寄せて。いや、ガンマが無理だ。やばい。これはダメージ食らってしまう。厄介ですね。さあ、引き寄せで、引き寄せがアルファで相手にダメージを与えていく。ちょっとポジが危ないですね。一旦離れていって、個性禁止。で、飯田君の蹴りが入る。これシールド回復飲んでいきましょう。そうですね。これ一回離れて味方を蘇生したいよね。3対2だとどうしても不利だから、これは味方引いてってるから僕も一緒に引いていきましょう。逃げ切ることはできるからね。OK。さあ、ここでなんとか逃げ切ること成功して、デッグも起き上がるかな。上行って物資あるかちょっと確認したいですね。体力回復もそんなにない。ちっちゃいの、でかいの、ちょっと迷っちゃいますね、このね、この体力。絶妙な250ってちょっと微妙だからな。でっかいの飲みましょうか。さあ、下降りて。敵は周りにはいなさそうではあるね、一応。山側でめっちゃやったり、自然エリアの。さあ、霧島が目の前いる。霧島はね、結構倒せそうだから、狙っていきたいんですが。OK? さあ、これ、瀕死。肉だから削り切っちゃいたい感はあるけど、これは霧島狙おう。OK、アルファを決めきる。OK、霧島倒して。で、つゆちゃん味方にいる可能性があるから、霧島を隠さず入れちゃいましょう。で、味方に物資渡して、OK。ベータ上げて。さあ、ラスト4チームになったね。どこにいるか。目の前につゆちゃん来そうだな、これ。引き寄せからなんとかなんないかな。ジャンプアルファ、これは無理。当たらない。デフにも当たらない。つゆちゃんは当たる。OK、いいね。もう一回デク行こうとしたけど、逃げられたから、つゆちゃんにアルファ打つけど、これを外してしまう。で、味方がピン刺してくれてるので、まあこれ多分戦えはするんだろうな。で、ここら辺から回復音聞こえたので、しっかりアルファ決めて、デクにもダメージ与えていく。デクもだいぶ削れてるぞ。これ、鉱石禁止。あ、上飛んだかな。で、飯田君がデクを追いかけてくれてる。これは、アルファ外して、もう一回外して、ダメですね。はい、ダメです、これは。ついちゃん目の前にいる。これはついちゃん210ダメージ与えていく。コンプレスも出てきたね。一旦コンプレスにダメージ与えてから引いていこうか。さあ、体力回復使って上登ってコンプレスの攻撃食らわないようにする。アルファ OK、 コンプレスにダメージ与えていいよ。これは逃げ切られちゃうか。でもう一回多分アルファ来るから上上がって、危ないね。コンプレスアルファ、これは決めきる。 OK、 うまい感じに決まりましたね。さあ、これ体力回復しちゃいたいんですが、プルースウルトラ切ってしまいましょう。あと、雷とつゆちゃんは分かっています。つゆちゃんに蹴り入れて、いいよ。ガンマ、つゆちゃん逃げていく。もう一回アルファ引き寄せて、ガンマ。これでつゆちゃん死ぬんじゃないか。わー、死なないか。で、雷アルファで拘束して。はい、抹消はいつ使う？抹消いつ使う？そうそうじゃないか？タイミング的に。ベータ？雷逃がしたくないよ、これ。ガンマ。オーケー、これ倒した人。さあ、ガンマで倒していく。抹消使わない？いつ使う？全く使えませんね。抹消。でもしょうがないっすよね。相澤先生のガンマ食らって、アルファ引き寄せられて、なんかとんでもないコンボ食らった。まあこれはしょうがないですね。このダメージ量はもう許容するしかない。さあ、ここでシールド回復を飲んでいこう。ギリ飲むことに成功する。これ怖いな。デク生きてて、つゆちゃん生きてて、相澤先生もいるんだもんね。ちょっと怖いね。一旦これ上上がって、デクに対してアルファ打つ。オッケー、打って、抹消がとんでもない。ここで抹消を使う。一瞬だけ使ってね。デクに対してアルファ打って。オッケー、もう一回アルファに決めて。まず上がって。デク逃げる。これは決まんない？ここはここはお、引き寄せた？あ、引き寄せれなかったですね。何か死んでんのかな？あ、死んでますね。ついちゃん死んでますね。オッケーオッケー。そしたらあとデクと相澤先生かな、敵は。構成禁止したけど、とりあえずデクに起こされないようについちゃんをしばいていく。いた。さあ、デクにアルファ当てて、ダウン。そしたら残り相澤先生だけかな。抹消をうまく使って味方に打たせたいですね。これは。やばい、アルファ食らう。構成禁止。上逃げてったね。ここでシールド回復入れましょう。ちょっと上から来たら怖いけどね。まあ、しょうがない。味方が今戦ってくれてますね。さあ攻勢禁止。撃て、今だ。アルファお互いに打ち合って、相澤先生はアンチがいった。アルファで気をつけ、ガンマでもこれはプルズウルトラ危ないですね。アルファ決めて OK、 シールドクラッシュ、上1回登ってからもう1回アルファ高速ベータで倒しきる。 OK、 久しぶりの相澤先生でした。もう普段全然使わないんだけどね、もう全然抹消使わない。抹消はしっかりと使いましょう。じゃないと勝てないから、ね、僕はいつも忘れちゃうんですけどね。7000ダメ8人ゲオジジ。